皆さんこんばんは。10月21日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、キララボア。コメンテーターはインアンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。動画共有サービスでビートルズみんなで歌おうコンテスト、ソーシャルゲームメーカージンガの動き、ランチマッチングサービス、ソーシャルランチ、正式サービス開始。ユニークな入力インターフェイスの話題。デュラン・デュランがライブツアーで SL のマシニマを使用。セカンドライフブログの最新情報。まず、最初のニュースです。ビートルズのレコードデビュー50周年を記念して、YouTube とニコニコ動画を舞台に、ビートルズみんなで歌おうコンテストが開催されます。数々の伝説を作ったビートルズが、シングル、Love Me Do で、レコードデビューをしたのは1962年の10月5日で、来年でデビュー50周年を迎えることになります。これを記念して、EMI Music Japan のザ・ビートルズ公式サイトで、もうすぐレコードデビュー50周年、ビートルズみんなで歌おうコンテストが10月12日からスタートしました。これは、現在発売中のアルバム、ザ・ビートルズ1に収録されている27曲の中から、好きな1曲を演奏し、その動画を YouTube か、ニコニコ動画に投稿してコンテストに応募するというものです。ザ・ビートルズ1は2000年に発売され、全世界で3000万枚を超えるセールスを記録したアルバムで、昨年9月には最新のリマスター版も発売されています。応募する演奏はアカペラでも、合唱でも、ギター1本でも、ボーカロイドでも、打ち込みでも、バンドでも、何でも OK で、年齢、性別、個人、グループなどの制限もなく、誰でも応募が可能なコンテストとなっています。応募締め切りは12月12日、最優秀賞には賞金3万円とビートルズグッズが、また、全応募者の中から抽選でビートルズグッズが贈られるそうです。結果は12月下旬に EMI Music Japan のホームページなどで発表されます。次のニュースです。ソーシャルゲーム大手のジンガが新しいソーシャルサービスを開始しました。この新しいソーシャルサービスは、プロジェクト Z という名称です。同サービスは、複数のソーシャルゲームを内蔵しており、同じゲームで遊んでいる友人同士が、お互いに見つけやすくする機能を実装しています。ジンガは、利用者のフィードバックで、同じゲームを同時に遊んでいる他の利用者と交流したいとの要望が多かったことを挙げ、こうした需要に応える取り組みとして、同サービスをスタートしたとのことです。プロジェクト Z は、ウェブブラウザーからの利用になり、Facebook アカウントを使用してログインします。ジンガのサイトを訪れると、固有タグを取得でき、このタグを通じ、プロジェクト Z の全ソーシャルゲームでユーザーを識別できるようになります。ジンガはこのほか、Facebook の携帯電話向けアプリケーション上で動作するゲームや、人気ソーシャルゲーム、ビルシリーズの新作、キャッスルビルなどを同時に発売しています。いずれも Facebook 上で動作するアプリとなっています。また、主要 IT 系メディアベンチャービート、
メディアベンチャービートが、ジンガの看板ソーシャルゲームの一つである、ファームビルに映画化の動きがあると伝えています。ファームビルは、ジンガを現在の地位に押し上げた、同社の看板タイトルの一つで、3500万人以上のユーザーがプレイしている、Facebook でも人気の農業系ソーシャルゲームです。映画の詳しい内容については明らかになっていませんが、ベンチャービートによると、トイストーリーシリーズの脚本家である、ジョエル・コーエン氏とアレック・ソコロー氏に交渉中だとしています。次のニュースです。10月19日、Facebook を活用して、社外の人との交流を促進する、ランチマッチングサービス、ソーシャルランチの正式サービスが開始されました。同サービスは、Facebook アカウントを利用して、社外の人とのランチを簡単にセッティングできるサービスです。ユーザー登録には、Facebook アカウントの氏名、写真、勤務先の情報が必要で、ランチに参加するには、同僚や友人などとペアを組む必要があります。1日1回、ランチ相手として、社外のペアが提案され、双方が合意すれば、メッセージ機能で、日時や店舗を決定し、2対2のランチミーティングが実現する仕組みになっています。ベータ版では、はじめ、それぞれ1名ずつの4名が出会うシステムでしたが、フィードバックを受けて、ペア登録を可能にしたところ、ユーザー層が広がったということです。5月にベータ版を公開した同サービスは、すでに Facebook 上で6000人のファンを獲得しています。飲食店との親和性が高いサービスということもあり、ユーザーが集まりそうな複合商業施設などとパートナーシップを進めるほか、課金サービスの提供も検討しているということです。10月中には Android アプリ、11月には iPhone アプリをそれぞれリリースする予定で、今後の利用がどのようなものになるか楽しみです。次のニュースです。入力インターフェースの話題です。リトアニアの企業、エトロニカがキネクトを使ったオンラインバンクの操作アプリを開発中との話題がニュースサイト PC ワールドで紹介されています。このアプリでは腕を動かすことで処理を進めるらしく、腕を左に振れば上の列を回転させることができ、腕を右に振れば下の列が回転し、両手を体の前に合わせることでアイコンが選択されるといった操作を行います。デモ映像では女性が携帯電話に請求書のコピーを送る方法を紹介しています。女性が携帯電話を持ち出すとスクリーン上にそれが映し出され、手を左に振るだけで請求書のコピーが携帯電話に送られました。今のところこのアプリは開発段階でまだどの銀行とも契約はしていないとのことですが、銀行だけではなく様々なことに応用できそうなアプリです。もう一つは iOS とカメラを使ったユニークなアプリの紹介です。先日、キネクトでエアギターを行うアプリを紹介しましたが、今度は iPhone や iPad で入力を行うエアギターアプリが登場しました。このアプリ、ゴーストギターは iPhone または iPad 2のフロントカメラを使用して奏者の両手を追跡します。演奏者は左手でコードを押さえながら右手でギターを鍵鳴らす動作をすることで弦を弾くことができ、弦一本一本を個別に弾くこともできます。慣れてくると1メートルほど離れていても
ほぼ正確に機能するということですが、それ以上離れると自分の手が見えなくなってしまうということです。オプションで弾くギターを選んだり、コード信号を設定し、エフェクトペダルも使用可能で、さらに一緒に演奏してくれるゴーストバンド機能も実装しています。他にも自分の歌ったボーカルの声も録音することができるので、自分の演奏と歌で最高傑作を録音し、これを他の人に提供することも可能だということです。ゴーストギターは、アップストアで2ドルで販売中です。次のニュースです。セカンドライフの話題です。イギリスのロックバンド、デュラン・デュランが9月27日よりスタートしたライブツアーのステージに 3D 仮想世界、セカンドライフのマシニマを使用しました。デュラン・デュランは1980年代前半のニューロマンティックと言われるムーブメントや MTV ブームの火付け役と言われるロックバンドです。デビュー後30年以上経った今でも現役で活動中で、またメジャーアーティストの中では U2 と共にいち早くセカンドライフに参入したバンドです。今年6月22日にはセカンドライフ内に公式 SIM もオープンし、イベントなども開催しています。今回のライブでは、ステージ後方の大型スクリーンに、セカンドライフの公式 SIM 内で撮影されたアバターのダンス動画を複数投影して演出をしたということです。次のニュースです。セカンドライフブログから話題をお届けします。10月14日、セカンドライフブログにて、2011年第3クォーター、7月から9月のセカンドライフにおける経済レポートが発表されました。まず、1月あたりの新規ユーザーの登録数ですが、順調に増加した第2クォーターと比較しても、増加の傾向を見せています。特に、グラフを見てもわかる通り、8月の登録が好調で、ここ4年でも最も登録が多かったとのことです。月間の平均ログイン数は第2クォーターと比較して若干増えたものの、ユーザーのログイン時間は 2% ほど減少したとのことです。月間の任天ドルの取引量は上昇に応じ、前回の第2クォーターと比較して 2.8% の増加を見せ、任天ドルの相場もほとんど動きませんでした。ユーザーの保有する任天ドルの総額も 3.7% 増加しています。商品や土地の取引については、ウェブ上での取引が第2クォーターよりも増加の傾向ですが、土地の総面積は微減となっているということです。また、セカンドライフブログのインワールドでの項目では、毎日のようにイベントの紹介や SS の紹介が行われていますが、18日の記事では、ゾンビゲーム入門の記事が紹介されています。この記事では、ゾンビシティで行われているゾンビを退治するゲームのチュートリアルになっており、ゲームの始め方から初心者の心得まで細かく解説されています。この記事のコメント欄には操作方法解説の映像の URL も紹介されており、英語がわからなくてもプレイの流れを理解できます。新しいことにチャレンジしたい方にはおすすめかもしれません。次は私、キララのピックアップコーナーです。今週のピックアップはジャズ&フェスティバルをご紹介いたします。
今年も10月15日から開催されているジャズ&フェスティバル。オープニングはグランドブルーのギリシャ劇場からのスタートとなりました。11月13日まで約1ヶ月間開催される SL 日本史上最大とも言われる音楽と芸術のイベントになります。ゴシム15会場にて世界中から集まった22組の最高の SL ジャズプレイヤーが素晴らしい演奏を繰り広げ、その期間中7組8人の個性的なアーティストが作品展を開催します。ジャズライブ、そしてアート展の舞台となるのは、セカンドライフにある5つのシム。アマツ、グランドブルー、春野、ウォーターランド、そしてアクアポリス。また、一部のアート展は、10月のみ、キックでも開催されます。各アーティストの展示会場でも音楽のライブを開催いたします。ジャズとアートのデザインが、出会いが新たなる感動を生み出すことでしょう。セカンドライフ最高のクオリティでお届けする音楽とアートの祭典。芸術の秋を一層楽しめますね。秋の夜長をぜひ音楽やアートを楽しみながらお過ごしください。イベントの日時、時間、場所などはブログなどでお調べになってからお出かけください。以上、キララのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。